ねえ、どうして泣いてるの？乙女ね、お引越ししたからお友達いなくなっちゃったの。じゃあ、僕が友達になってあげるよ。本当？僕はカズキ。この子は？妹のリンカだよ。乙女ね、パスパス！行くよー結構大きいね。やったな、攻撃開始。それ、えい！乙女ねおめでとう。ありがとう。ついに乙女ねも女子高生か。なんだかちょっと緊張しちゃうな。ほらほら、カズにもファインダー覗いてないでこっち来て。いいんか、引っ張りすぎ、危ないって。もうとろいんだからどこか座る場所探そっか。え、まだ何も考えてないの？うん、自分がやりたいことっていうのがなんだかピンとこなくて、目的もないのに進路は決められないなって。それはわかるけど、でも1年なんてあっという間なんだからね。でもさ、昔カズ兄をどっちがお婿さんにするか取り合った時あったじゃん。え、あの時カズ兄即決で乙女ね選んだのにね。バカ、当たり前だろ、だいたいお前妹だし。どうしてこんなに優柔不断になっちゃったかな。よくそんな昔のこと覚えてるな。何よ、カズ兄だって覚えてんじゃん。あのね、よかったら一緒の学校通おうよ。そのカズキはほっとくといろいろ不安なんだもん。そして始まる恋の予感。リンカ！リンカちゃん、怖っ！まったく。でも、うん、確かに僕もずっと乙女姉と一緒にいたいし。いや、ほら、なんていうか、僕はずっと乙女姉のことを。そこで僕の言葉は止まってしまった。しかし、自分を取り巻く世界というやつは本当は何一つ止まることなく流れ続けていたのだった。朝からふざけすぎだぞ。え、僕は被害者で。めんごめんご。でも妹のパンツで窒息死ならカズ兄本望でしょ。あのね、お、カズ兄体がずれてるぞ。え、あ、もうだらしなく見えちゃうぞ。ありがとう。暑いですね、お二人さん。もう新婚気分ですか？え？違うわ。だってカズキだらしないから。おとめね、首じまってる。ベタですね。わかったわかった。私の勘違いでした。さあ、遅れちゃうから学校行こう。うん。ねえ、本当に遅刻しちゃうよ。じゃあね、バイバイ。はあ、二人とも先に帰るなら一言言ってくれても。あれ、乙女ね先に帰ったんじゃ。え、誰だよその。待てよ乙女ね。カズ兄、驚いた？リンカ、そんなことより向こうに乙女姉が。乙女姉？いないよ。え、気のせいだったのかも。ただいま。おかえりカズキ。久しぶりだよね。あのね、今日リンちゃんにお呼ばれして、これからお料理するんだけど、食べたいものとかあったら。ちょっとカズキ、今の音何？なんでだよ、乙女ね、なんでそうなっちゃうんだよ。あんな奴らよりも僕の方がずっと乙女ねを見てただろう。
なのになんでだよ。どうしてなんだよ。こんなのおかしいよ。でさ、例のもの持ってきた？はい、今週の DVD。 ありがとう。でも何に使ってるんだい？万が一流出でもしたら。大丈夫だって、ちょっと個人的に使うだけだからさ。そうかい、ならいいんだけど。で、リンカちゃん、この後さ。なになに？初体験の場所で？もうこのおっさんは。いや乙女ね。でさ、それがまた傑作なわけ。なるほどね。乙女ねと一緒の高校通って、それで。懐かしいね。おっさん、本当に覚えてんの？じゃあ、あそこのトイレ使おっか。なんだよ、これ。なんでリンカが、なんなんだよ、これ。パパ、目がびっくりした。あなた、どうしたの？大丈夫？あれ、乙女ね。なーに、そんな懐かしい呼び方して。わあ、こんなに汗かいちゃって。怖い夢でも見てたの？そうか、俺たち結婚して。乙女、めぐも抱っこ。おなんだ、めぐみ口についてるぞ。さっきホットケーキ食べたの。あなた、今日は一日中いるんでしょ？うん、ずっと寝てるよ。パパ、お土産何がいい？めぐちゃんに任せるよ。わかった。もう一眠りするか。